NWA から派遣されて日本にやってまいりました、ケビン・マーケル。ジュリー・マーティン。そして、ジュリー・マーティンであります。どうしても NWA の勝ち点試験を持ってアメリカに帰ると豪語しておりました、ジュリー・マーティンとシュリー・マーテル。果たして大阪府立体育会館超満員のお客様の前で、ミミ・萩原・大森ゆかり両選手からチャンピオンベルトを奪取することができるかどうかでありますが、おっとこういう形の奪取はどうも感心いたしません。とにかく大事に選手というのはチャンピオンベルトに対して執念がね強いということを聞いてますけども、はい、ねえ、ベルトイズマネーなんですね、アメリカの場合は。はい、だからもうベルトに対する執念というのはそれを取ることによってですね、まあプロですからね、当然なんですけども、はいはい、もうベルトを持てば自分はチャンピオンであるということですね。もうだから日本人ではちょっと考えられないんですよね、この執念は大変なもんです、はい。まあ、そのままお金に結びつくってことはありますけども、どんなことをしてもこのベルトだけはアメリカに持って帰りたいと言っておりました。なんという浅ましいこと言うと感じもしますけども、ダンさん、こういう形でね、はい、チャンピオンベルト持っててもしょうがないですよね。本当にしょうがないと思って認められないと思うんですけどもね、リングでやっぱり戦ってね、アメリカに行ってね堂々と勝ってきたんだといえば通ると、そういった気持ちもあるのかもわかりません、はい。しかしまた松岡貴子さん、はい、なんか嫌な予感がしますですね。ね、なんかこっちの方に来るんじゃないでしょうか。ね、今日は今気がついたんですが、はい、シェリーの方で、はい、胸元よく見てください、塩野さん、ハートのねこう、はい、入れ墨みたいなプリントしてますよ今日は。はいはいはい、本当にね、さあ、ライブ試合が始まったようであります。そういうことになりました。始まってきても今4人の選手がリングの上であります。そして早くも一方は場外に落ちた、場外乱闘。そして大森ゆかりも今セリーマーケルを場外に落ちた、入り乱れた場外乱闘になりました。どういうこともありませんけども、今日は何か荒れ狂っております。体育会館であります、超満員のお客様、逃げ場がありませんですね今日は。それがまあ横にずっと来ますしね、はい、やはり関心高いですよね。ねえ、これやっぱりスポーツマンでスポーツウーメンにのっとってスポーツウーメンシップですか、はい、こうなると、ね、はい、やっぱり最初ぐらいは綺麗に試合ですね。3本勝負なんですけどもね、果たしてどういった形で決着がつくんでしょうか。お客様は十分注意してもらいたいですね。はい、今日は通路までいっぱいでね、選手が登場するのにも相当時間がかかりました。はい、まあ、この2人が相手ではね、もう普通のレスリングの試合は望めそうもないですからね。まあ、初めからちょっと異常ですもんね。そうですね、異常な精神状態でリングの上に登場しております、シリー・マーテルとジュディ・マーティンであります。 NWA の最強コンビと言われております。何かお客さんに対してヤジを返してますね。この辺は余裕があるのか、カッカしすぎているのか、その辺は分かりません。さあ、ジュディ・マーティン、ようやく入ってまいりました。ミミ・カミラルとやるか。両チームをさばいておりますのは、審判部長の松永俊邦であります。ファイトを命じております、松永俊邦。どうしたんでしょう。まあ、これは単なる予防作戦なんですよね、はい。だから、ああいう場合にはレフェリーカウント数えてもいいんですよね。あ、いや、確かにですね、何か松岡貴子さんがさっき指摘してましたけども、このジュリー・マーティンという人は何か入れ墨風のものがありますですね、胸元にね、はい、ちょうど何でしょうね、谷間のあたりにね、初めて気がつきましたね、今放送席の前で戦っております。あー、たっ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 た、何か見えますですね。あいやプリントが流行ってますから、はいはい、もしかすると写し絵みたいなものを、うん、おしゃれの一つとしてね、そうかも分かりませんですね、見えそうで見えないところに、はい、ただしもヨーロッパの選手、メキシコの選手、アメリカの選手と日本の人物が次々に登場してますけどもね、例えばヨーロッパの選手なんか相当女性でも入れ墨をしてますですよ。そうですか、はい。しかし何か相手のペースにはまっちゃったと、そういった感じもしますね今のところ。そうですね、特にアメリカの選手はですね、はい、女子の場合でもこういうタッグ戦になるとうまいんですよね。うまいというかずるいというか悪いと言いますか、まあともかくうまいわけですよね、はいはい。だからよっぽど王者チーム気をつけないと苦しいですね。そうですね、はい。暗に喉元を締め付けておりますシェリー・マーテルであります。シェリー・マーテルは初めて日本にやってまいりました。この新春チャンピオンシリーズから日本の選手と対戦しております。アメリカではモデルをやっております。まあ、いろんな日本
ンテストにも登場いたしましてチャンピオンになっております。スタイルの良さ、顔の美しさで売っているそうでありますが、どうもハートの方はあまり美しくないようでありまして、ご覧のように髪付き専門であります。もうラフ一本です ね、 ですね、大事ってからずっと見てますけど、技らしい技ってのはないんですかね。もうとにかくラフ一本なんですよ ね、 ね、はい、やはりテクニックの上で数段勝っているのはこのユディ・マーティンの方でしょうね。そうですね、まあ、リーダー格でしょうけれども、はい、やはりマーテルもね、あまりないんですよね、このダフってのはね、はい、さあ、ようやくのコーナーに乗ってまいりましたが、何か今一つですね、大森ゆかり選手が今度は捕まってしまいました。さあ、萩原選手、中野、ユディ・マーティン選手がリング上に入っておりまして、今日は審判部長の松永哲司に大変であります。なかなかこの4人の選手をうまく分けるのは大変のようであります。もう言うことを聞きませんが、ちょっと待ってください。あ、なんと、あ、まだ出てるんですね、レビン・マサミがダンさん入ってきてますね。いや、この前試合をやってましたんでね、大丈夫だと思ったんですけども、返したすぐに取って返したようでありまして、当然大臣のコーナーについているようであります。こうなりますと現地に注意になりました。また大変ですね。デビル・マサミはしょうがないね。あれデビル・マサミはしょうがないですね。はいはい、いや、ダンさんも十分気をつけてくださいよ。はい、なんかね、こうなるとですね、あの1月4日の今年の初防衛戦の時の悪夢を思い出すんですよね。本当にそうですね、あの時はもう、あの耳がかろうじて1本目取られて失神した後ですね、大森が孤軍奮闘してですね、あの時のその悔しさってのはデビルも、それからあのワイルドカップも忘れてないんですよね。だからね、それが今日はちょっとあの一番要注意だと思うんですよね。なるほど、後楽園ホールでしたよね、はい、開幕戦だったんですよね。開幕戦です、新春チャンピオンシリーズのね、はい、あーっと大森、あの時はしかし大森がね、まあ、あの男を挙げたというのは剣ですけども、女を挙げましたね、さあ、その大森依然としてですね、今日もいいところを見せております。さあ、抱え上げました、横に落としました、そして上から体重を乗せました。カウントはワンでありますが、大森ゆかり選手どうやら自分のペースに持ってきたようであります。ここで今度はミミ萩原選手が登場しております。ミミ抱え上げました。さあ、どう振り切りますか、どうするでしょうか。あ、ジャンピングニーパットであります。ジャンピングニーパットからコーンの体勢でありますが、カウント1であります。やーっと、また場外に落としました。耳の方からどうやら場外に揃ったようでありますが、場外は良くないんですよね。ご覧の通りが捕まえております。ブラックジョンがセコンドと喧嘩してますね。そうなんですよ、もう相手が誰だか分かんない。はいはい、あまり場外に落ち、外人コンビ上がってるんですけども、ミミやっと今上がってまいりました。終わりますね。マイクが壊れる。しかし、塩野さん大丈夫ですか？今ね、もう手を叩かれちゃった、もう本当にどうしようもないですか。はい。いやー。いやー、見ないなこれ。実況中継なんかできませんですね。今ね、ちょっとあの耳がですね、行こうとしたんですが、はい、あのシェリーのカウンターパンチが顔面に入りましたね。ああ、そうですか。いやー、今リングのね、もうね、気を取られてる間にデビル・マサミが僕とでもって塩野さんの出ると思ってマイクの音なんとかなりませんかこれ。本当に話せばわかるんですか。はい、いや、話してもこれダンさんダンさんが出て行ってください。ダンさん出て行ってくださいよ。本当もなせんもね、デビルのために注意してくださいよ、ランさん、大きい声でお願いします。もう私たちはどうしようもありません。
塩野さんね、場外乱闘は良くないんですよね。後ろにお客さんが見てなかったんですよ、はい、そうやってもうびっくりなさってね、お客様だって怒りますよね。もう切り替えてるじゃん。リング上ではミミ萩原選手ちょっとピンチですね。さあリディーマーティンが行っております。リディーマーティンに捕まっています。 3WA のタッグ選手権試合であります。チャンピオンティアーまた出てきました。中に入って厳しく注意してもらいたいものであります。徹底的な反則攻撃、関係のない選手がしばしばリングに登場しておりまして、大阪府立体育会館もお客様も呆然としております。ナンシーも出てきてね、怒ってるんですけども、ちょっと集中が引きませんですね。あーっと、大盛りもコーナーに行った方がいいですよ。あ、そうですか。はい、逆にあのリゾート行為みたいな形で、耳が苦しいですね。なるほどね。これはちょっと耳危ないんですね。危ないです、危ないです。一人だけ捕まって先ほどからね、コーナーで徹底的にやられてますんでね。あーっと、髪の毛を引っ張っている。後ろから髪の毛を引っ張っている。あーっと、大盛りがね、出て行って助けようとするんですけど、佐藤さんが指摘している通り、かえってこれが逆効果ですね。そうなんですね。はい、もっと分かりません。大阪のお客様は興奮しております。これ以上こういった試合が続きますとね、これはお客様も黙っていないでしょう。そうなんですよね。はい、なんと言いますとプロレスの殿堂であります大阪府立体育会館、今日は超満員、立正の良くもありません。クリーバーでは勝ってない選手権でありますが、何か試合はですね、もう本当に監督、また監督であります挑戦者チームがめちゃくちゃですね。大森ゆかり選手が何かあの若いだけに挑発に乗ってまして、これね、この間に萩原選手は特徴的な反則攻撃になっております。ロープに首を挟まれても必死に寸前だ、必死に寸前だ、どうしようもありませんか。大丈夫かしら。さあデビル、あーデビルがやってますね。もうあの海の萩原選手出身ですよね。半身身ですね、今のところ。はい、ね、あー意識がほとんどモールを打っております。デビルの選手が徹底的に独走を持っております。あれあの審判向きを思いつく取り上げたらどうなんですかね。ここでね、セコンドが手出したってことでね、あの反則攻撃を設定していると思うんですよね。反則攻撃ですよね。持ってる間はもうダメですしね。あれで私もあのさっき手を叩かれましたんでね、ちょっとあの、一言ではありません。もうちびれちゃってね、放送できませんですね。あーっと、大盛りもあーっと、たったったった、いやーあれでやられました。一言ではありません。審判部長も反則を取っていいんじゃないでしょうか。そうです、あの早く行った方がいいと思うんですよね。はい、反則がひどすぎますね。はい、これはね、審判部長の人間で反則が、また再度やっております。しかし攻撃でありません。完全にホールでしょう。あーっと、ボクシングが入った。ミニ・ハニワ選手でした。そうよと思いつきやっております。さあ、ミニ・マーティン耐えられるか。さあ、海の萩原選手、怒りの空中発砲であります。まだやりました。そして大森ゆかり選手、今トップロープに上がった。さあ、どうするでしょうか。うーんと、2人のコンビネーションどうなりますか。ここで思い切ってキングラム立ちつけておいて、さあ、どうか、海の構成がもう1回海が行った。審判部長まだカウントを取っておりません。そしてどうするか、ハイドライバーに何かと、どうでしょうか。カウントが今避けようといたしましたが、カウントは最後はハイドライバーであります。当然に日本が残りました。チャンピオンチーム
島チャンピオンチームはですね、絶対その劣勢というんでしょうか、どうしようもないところからよく1本を耳が取りましたですよね。よくやりましたね、はい、その辺が前の初防衛戦の教訓だと思うんですよね。なるほど、やはりあの辺でこう根性というんですか、ガッツ精神力がですね、はい、増した感じがしますね。しかしどうでしょう、リディ・マーチンが当然リングの上に上がってなくちゃいけないのか、でもどうも上がれませんか。やはりね、半分はカムフラージュだと思うんですけどもね、はいはい、でも本当相当に効いてますよ、ね、空中にいる時間が長かったですから、はいはい、その間にずっと血が下がってきてましてね、見てましたけどもですね、はい、受けられないで何か首がぐにゃっていう感じになりましたもんね。そうですね、はい、さあなかなか入れません、ハイドドライバーでちょっとね、首のあたりを痛めておりまして、なかなか中に入ることができません。タッグマッチ、これはもう1本目決着かついた時と同じね、戦地じゃなくては試合を2本目始めることができません。さあ、ミミまたパンチを打たせました、強烈な右のストレートであります。さあ、そして今ようやくシェリーマートが出てまいりました。さあ、シェリーマートであります、コーナーを徹底的な攻撃、顔面に控えております。大森ゆかり選手、ちょっと強いすぎじゃないですか。そうですね、あそこでもうちょっと効率よく動ければ、ね、いいんですけどもね、はい、やはりちょっとそれは若いですからね、難しいですね。後楽園ではいいところを見せたんですけどね、はい、頑張りましたね、あの時は、今日は何か一つ冷静さを欠いておりまして、これが逆にね、コンビネーションに切りを入れております。例によってコーナーに持ってこられました、ね、大事なコーナーでありました。常に隠してますよ、シュウリンさん、はいはい、そうですか、何が、おばさん、ルディーマーチン、はい、おばさんと言ってますけど、ルディーマーチンですよね、こうだったおばさんですけど、はい、そうですか。今ちょうどコーナーの時でも靴に隠してましたルディーの頭をぶった後に、はあはあ、あー、僕らの徹底的な人の国なんですけども、これももちろん耳の足がロープにかかってますんでね、反則攻撃であります。もう当然ローププレートのケースであります。とにかくまともにリングの中で戦えないといけないという感じですね。本当にもうね、場外でね、であります。さあ、またデビルのこの選手がご覧のように、あーっと耳、耳がやられました。カウンターですね、カウンターで厳しいのが入ってますね、はい、どうしようもないですね。今日はもう大阪の満員であります。お客様逃げ場がありません。この逃げ場のないところで場外乱闘、しかも東京駅であります。なーっとランさんのところであります。ランさん大丈夫ですか。マイク持って逃げてますよ、逃げてくださいよ、はい、向こうのコーナーでね、今ね、デビルがね、はい、マーテルとね、同士打ち合ったんですよね。あ、そうですか。今、鉄柱に行きましたね。はいはい。鉄柱攻撃。任務を取っております。任務を取っております。皆さんも大変ですね。どうですか。めちゃくちゃですね。一瞬に対してね、あーっと危ない。どうしてこんなにね、中野選手は決勝を変えておかなくちゃいけないんでしょうか。もう私も全く理解できません。両替なんとこれはダメでしょうね。え、はい、今カウント入ってますが、審判部長カウント、あーっと今度は脳天、いや今期待を聞きますでしょ。完全にどうですか。鉄柱ね、鉄柱でね、倒れましたね。今あとでは鉄柱攻撃で完全に期待を切りました。金属を流しております。さあ、大森ゆかり選手がやられている。エリー・マタミ選手がリングの上に登場いたしました。審判部長、どうなんでしょうか。審判部長に対しまして、目標攻撃であります。いや、これじゃあ、これじゃあもう試合できません。これじゃあ試合ができません。レフリー、どうすみませんでしょう。ダンさ
さん、これは大変ですね。もう男子屋さんは突っ立ったままであります。マイクを持って突っ立ったまま呆然としております。言葉もありません、言葉もありません。何とお伝えしているか分かりません。もう枕の瞬間ですね、ヘリが完全に伸びてますので、リングの中央で伸びてますので、まあ、あのレフリーも期待してます。レフリーが伸びちゃったらどうしようもないんですよね。ちょっとこれは期待なんかね、はい、あーっと危ない。ゴングを鳴らしました。これはやっぱりゴングでしょうね。これはもうそれじゃあ試合できますか。レフリーも素晴らしいですよ。4分50秒、レフリーストップ、レフリーストップ。挑戦者チーム反則負けでございます。レフリーストップ。挑戦者チームの反則負けが宣せられております。レフリーストップ、反則負け、これは当然であります。さあ、リミト、ちょっと大分の手が上がりました。実況放送といいますか、お伝えしようがありませんでした。松岡きっこさん、はい、ねえ、いや、こんな怖いの初めて見ました。はい、ダンさん、今日はしかしすごい、まだ歩きますね。やはりもうシェリーマーテルが死体を切っちゃったんで、血を見ていよいよ怒りそうになりましたね。もう興奮してますね。審判のおでこも血は出てますよ、塩野さん。ねえ、大丈夫でしょうか。ようやく騒ぎがやや静まったようでありまして、今リング上に上田コミッショナー登場いたしました。これから認定書の授与であります。認定書、海萩原区の大森ゆかり殿、あなたは全日本女子プロレス協会主催の 3WA 選手権試合においてチャンピオンになりましたので、ここにこれを認定します。51年1月26日全日本女子プロレス協会コミッショナーを出します。まだ騒然としております大阪府立体育会館。今チャンピオンベルトがしっかりと巻かりました。そして上田真嗣コミッショナーから認定書が授与されております。2度目の防衛に成功いたしました。チャンピオンチームに皆様大きな拍手よろしくお願いいたします。そしてこれからコミッショナー宣言が行われます。宣言、上田真嗣コミッショナーが今コミッショナー宣言であります。過去数多くの格闘技が行われております大阪府立体育会館、今コミッショナー宣言が行われました。これより両チームの紹介が GA リングアナウンサーによって行われます。独立三本勝負を行います。赤コーナー、CWA 世界タッグチャンピオンチーム106バンド、大森ゆかり。同じく107バンド、ジャンボ堀。姿勢かつても親友同士がコンビを組みました。 BWA の世界タッグチャンピオンチームであります。青コーナー、挑戦者チーム160パンド、テリーシェーン。キャリア10年のテリーシェーンであります。同じく170パンド、レイラニー。もうすっかり日本の軍人はおなじみのレーラニ会に1回目の来日であります。レーラニ会とテリーシェン、外人コンビががっちりと今日は力を合わせまして、なんとか 3WA の世界タッグチャンピオンチームを破ろうという一戦です。さあ、外人選手というのはひろみさんね、はい、とにかくあの執念がすごいですね、ありますからね。特に今日はですね、はい、世界タッグですから、もうあるとあらゆる手を使ってくるじゃないですか。そうなんですよね、油断できませんよね。しかもちょっと怖いのはですね、はい、タランチラとかいわゆるデビル軍団がですね、今日は外人チームに力を貸そうというんでしょうね。
不気味な姿をリングサイドに見せてましてね、本当ですね、このあたりも TWA のチャンピオンチームとしては十分警戒しなくてはいけません。さあ試合が始まりました。それにしても恵子さん、大きいでしょう。ねえ、私も外人の人も大阪も、ね、日本人に負けてませんよ。負けてません今やね、うん、はい、ジャンボコリナンというのはね、今あのコーナーにいますけども本当にね、大きいなという感じがあります。ボリュームを感じます。ねえ、さっきの洋服の時はね、はい、なかったなと思ったけど、脱ぐと水着になるとね、ファンをね、脱ぐと本当にもう迫力十分というジャンボコリ、そして大森ゆかりであります。さあ試合の方はケリーシェーンと、そして大森ゆかりがまず対決しております。大森ゆかりボディースローがあります。この野郎という大森、さあどう持っていきますか。ドロップキックであります。そして今ジャンボコリ、最近まああのこのチームが強くなったというか良くなったのはですね、タッチワークなんですね。そうですね、非常に速くなりましたですよね、どちらかというと押しと押しという面がね、表面に試合に出ましてね、今までもたもたしてたんですけども、非常にあのキビキビした動きを見せるようになりました。やはりあの足か長代という、ね、はい、そういうチームが出てきましたからね。なるほど、やっぱりその気になってきますよね。強烈な対抗チームが今出て、しかもあの人気があるということで ね、 そうですね、はい、ジョナサン、終了中の対戦なんですけれどもね、はい、実はリングサイドには南海ホークスの香川選手、ドカベンのお姉様がですね、はいはい、見に来てらっしゃるんですよ。そうですか。先ほどあのジャンボ堀選手とね、話をしてらっしゃいましたね。なるほどね、はい、はい、南海ホークスのドカベン、香川選手がですね、まあ、ジャンボ堀選手もね大変なファンでして、その前からあの全日本女子プロレスにはですね、大体大阪府立体育会館で試合があればシーズンオフだったら応援に来るんですよね。それにしても一段と大森ゆかりね、大きくなりましたですね。横に落としました。立ちつけております。カウントが入った、危ない。ヘビーシェンが出てまいりました。この試合は60分3本勝負であります。 TWA の世界タッグ選手権チャンピオンティージャンボフリ大森ゆかり、例段階ヘビーシェンが相手です。まあ、あの今日のこの試合ね、よもや負けるということはないと思いますけども。そうですね、宮本さんどうですか。パワーでもね、まあ、体力的なものでもやっぱり堀大森君ですから外人には負けてませんからね。そうですよね、今の恵子さんも言ってましたもん ね、 ね、はい、なんか外人組はもう体真っ赤ですね。本当ですね。さあ深き、いや少しそれにしてもこのレーナミカイという人はすごい形相であります。という大森、大きなレーナに変えます。飛んでおります。そして今ジャンボホリにタッチいたしました。ジャンボホリ首の目から入ってまいりました。カウントが入ります。いやジャンボホリとレーナに変えがね、二人こうして戦ってますも大変な感じであります。放送的にやってまいりました。放送的の横であります。クーコさんが悲鳴上げてね、立ち上がってます。あっと鈴木博光さんはねマイクを2本握りしめております。さあ放送席ここで場外戦ということになりました。カウントがついております。カウントがついております。そうなんですよ、十分気をつけてくださいよ。あっとジャンボ堀がやられております。ファースト13捕まっております。そしてこちら側では大森がテリーシェンに捕まりました。ファースト16、ようやく今リングの中に入ってくれました。両チームであります。レーラン界の強烈なボディアタックが出ました。さあもう一回ジャンボ堀、あーっと入った。今度はね目の中に指を突っ込んでおります。レーラン界が今テリーシェーンにタッチいたしました。テリーシェーン、あ出てきましたね、そうなんですよね。今大森ゆかりがトップロープに上がっております。どうするか、このままどうするか、大森がいった。レーナに回を押さえつけました。そしてケリーシェンを叩きつけました。ジャンボコリであります。この辺りは見事です。あーまた場外戦になりました。送電としております大阪府立体育会館、ご覧ください。今となりました場外戦であります。お客様の件です。お客様の件ですけど、お下がりください。対抗されております。お客様の件です。下がりください。お下がりください。
何かあの両チームともこれね、外で、ね、出てましてね、カウントがついておりますが、誰も入りませんね、これね。あー、入った、今、入った、入りました、ジャンボが入りました。さっと次を伺いまして、ジャンボが入ってまいりました、これは鮮やかでありました。両チームとも入れないと思ったんですけどもね、そうですね、うまく抜け出してきましたね。うまく抜け出しましたね。60分3本勝負でありますが、まず1本は 3AA の世界タッグチャンピオンチームジャンボ堀があっという間に入りました。しかしね、あのこういった作戦になりますと、まさに鈴木さん、はい、もう目が離せないですね。本当ですね。セカンドフォーセカンド、まあ、場外戦になりますと、どちらかというとカットいたしますのは外人組であります。そうかもしれませんね。ジャンボ堀は冷静に入ってまいりまして、さて2本目が始まりました。力比べになりました。ジャンボ堀に負けておりません。レイラ2回であります。力が強いんですね。こうしてみますと力でねじ伏せる感じのレイラ2回、なかなか合理的な攻めであります。もう執念という感じですね。そうなんですよ。こういったあの表情というのはなかなか出ませんよね。レーダーに帰っている人はすごいですね。そうですね。何か、まあ、ラフな攻撃もやりますけどね、はい、技でもオールラウンドになりますからね、何かあの生まれながらにしてね、確定競技者、そういう感じのレーダーに帰ってあります。この人があのどんな職業についてもあのしっかり来ないでしょ。もうプロレス以外はないというね。それはもちろん褒めてるんですよね。もちろんですよ。生まれながらの格闘競技者、そういった感じがいたします。レーラー2回、しかもあの日本語を使うんですよね。もう試合をやっててもこの野郎、ね、この人ってまた、そうそうそう、はい、日本にはね9回目の来日ということで日本語を覚えました。そして日本語を使いながら試合をやっていくだけの余裕が出てまいりました。レーラー2回であります、まあ、この人はあのハワイでね生まれ育った選手であります。ですからあの南国の地というんでしょうかね、カットすることにかけてはもう天下一品ですよ。瞬間に沸かしき、ところがあのそういった性格がしばしば裏目に出るようであります。さあ今度は大森ゆかりが攻めております。あーっと後ろに落としました。さあカウントが入りました。カウント2です。何か大森ゆかりが一段とあの丸くなったような気がしませんか。そうですね、宮本さん、動き良くなりましたよね。まん丸になりましたね。体重がついてまいりました。大森、大森もあのジャンボの体どんどん大きくなってるのに動きはどんどん速くなってますね。ねえ、はい、すごいですよ ね、 ねえ、今の鈴木博光さんで何キロぐらい強いですか、あるんですか。僕が83ぐらいだと思います。83、はい、そうするとやはりジャンボ堀なんかのが上なんですね。上ですか。上なんですよ。いやそうですよ、はい、ねえ、鈴木博光さんでももう相当多い。鈴木博光さんもそのままあのプロレスラーになってもおかしくないぐらいの体なんですけども、それでもジャンボ堀はもう少しあるみたいですよ。さあ大森が行きました。迫力十分のサイドヘッドロック、またカウントが入りました。懸命に捉えておりますテリーシェーンであります。そしてまたバックを取りました。大森後ろに落とすか、後ろに落としてバックドロップ、これは強烈でした。さあ決めることができるか、ポジションが悪かった、これはポジションが悪いようであります。レーラン会がすぐに入りました。髪の毛を捕まえております。大森、あ今のバックドロップは強烈でしたが、ね、ちょっとポジションが悪かった ね、 ねえ、今のはあのゴールを奪えたバックドロップでしたね。はいはい、外人選手であるのとね、日本人選手であるのとどうなんでしょうかね、やり方はやっぱり違う、やりにくいわけですよね。普通一般の選手はね、やはり日本人同士よりも外人とやる方が基本的にはリラックスしてるみたいですね。やりやすいんですね、やっぱり。これはまたね、ジャンボ堀得意のね、スペシャルバンドであります。最近よく使いますよね、盛んにカウントが入ります。まず1本を先取いたしました。ラッキーが1本がありました。そしてまた後ろに持っていきました。これはもうジャンボ堀の得意技でありますけども、どうでしょう、思うようには決まりません。さあレーラー2回が入ってまいりました。ノータッチでレーラー2回が入ってまいりました。ちょっとテリーシェーンがね危なかった。レーラー2回思い切ってあの喉を攻めております。さあジャンボ堀もう一発パンチを食いました。強烈なパンチ技、
ベーラに返す。髪の毛を掴んで、さあ今度はどうするか。髪付きに出ましたか。ちょっと見えませんでした。おそらく髪付きに行ったものと思われます。土作戦に負けてなんかノータッチで入ってる、ね、もう平気なんですよ ね、 すよね、こういうのはですから、あんまりスムーズに感じてレフリーも気がつかないという感じであります。おいだ今だ今だ、一人が外に大きなカウント。今だ今だという久保田さん、本当にチャンスだった。ストレート勝ちのチャンスでした。今レーナの回を迎えられて後ろに落としました。あれは痛いでしょう。腰を打ちます。もう一発いくか。さあジャンボ堀また後ろに落としました。外から腰を打ちまして今大森ゆかり登場であります。タブガルと買い上げております。さあ2人技コンビネーションプレーが出るかどうかであります。うわあ、このまま今1段上がりました。いやいやいや、そして2段目上がりました。テリー戦は出てまいりません。このまま行った、行った、強烈なプレーが勝ちのチャンスであります。本の体勢に入っているカウント3だ、入りました。いやー、宮本さん、今のはブロックバスターですね。ダンロー、ダンロー、はい、パワーある。最近大森ゆかりがダンロープからブロックバスターを見せましたね。ブロックバスター、これ何か大森の得意技でつけてみたいですね、名前をね。まあ、しかし重いラニカをですね、はい、よく持ち上げましたね。そうなんです、それだけだって大変なのに、しかも二段ロープからでしょ、クーコさん、これは大変な技なんですよ。ですね、だってね、自分より重たいと思いますよ。そうそう、それを、ね、投げ、しかも不安定なね、ロープ で、 そうですよ。いやー、驚きましたね。この技には名前付けないんですか、まだ。しかし、まあ、相手にいたしません。ご覧のようにまた3WA の大きなチャンピオンベルトが帰ってまいりました。ね、ジャンボリー大森ゆかり。3度目の防衛を果たしましたね。何か今ちょっとですね、勝つチームというのはないんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、このままですね、フジテレビ杯のタッグトーナメントを勝ち進んでほしいですね。そうでしょうね。先ほどもちょっと話に出ましたが、まあ、この 3WA のチャンピオンベルトを手に入れるまではね、デビル・マサミ、そしてタランチュラ、不敗の王者と言われておりました。これを本当に苦しい3番勝負の末に北海道で敗れまして、 その後からはですね、何か一皮むけたようなチャンピオンチームに成長いたしました。ジャンボ堀大森ゆかりであります。今認定証が読み上げられております。大阪府立体育会館。いやー、大きく強く成長いたしました。もうね、パワーそのものといった感じですね。はい、カズリーハイカット上手にミキタウレフリージミーカヤマ。宇治家リングアナウンサーから今4人の選手が紹介されました。上田さん、とにかく今日の見どころの一つはですね、日本に初めてやってきたプリンセスビクトリア、そうですね、なかなか評判がいいと言いますかね、思い切った技を、ね、使いますね。非常にね、大きな技を使いますよね、はい、パイルドライバーとかね。そうなんですね。しかもブレンバスターなんかでも身長がありますので、高いところで ね、 そうですね、受け身が非常に取りにくいと思いますね。僕もびっくりしてね、初めて、はい、とにかくウェンディ・リヒターとこのプリンセス・ビクトリア、まあ、いろんな意味でも一つ以内ではいけないチームでしてね、受けて立つ、まあ、チャンピオンチーム、ミミ、萩原、大森ゆかり両選手は大変であります。ウィンディが言ってましたかね、はい、ハグを組むのは初めてそうですね。あ、そうですか。もともとウェンディ・リヒターと言いますとね、ジョイス・グレーブルと長い間 NWA のタッグを、ね、組んでまして、世界チャンピオンチームとしてね、もう世界に名前を流しておりますけども、今日は、まあ、向こうではちょっと後輩に当たります、そうですね、ビクトリアとチームを組んだわけであります。試合が始まりました。さあ、ミミとまず体の大きいウェンディ・リヒターの対戦になったわけであります。場内早くも興奮であります。ミミの動きが速いんで面白いですね。あっと、しかし逆襲を食いました大森ゆかり選手であります。さあ、早くも4人の選手がリング上に登場しております。あっと、乱戦模様ですね。早くも乱戦模様だ。あっと、プリンセス・ビクトリア放送席の前であります。このシャーッと、この試合は目が離せませんが、いやーと、いきなりこれね、放送席を九州に出しました。日本に初めてやってまいりました選手とは思えません。耳がちょうど放送席が、あっと、いや、すごい形相ですね。パンチ攻撃、あ、ミンも負けておりません、ミンも負けておりません。いやー、
と今度は耳の逆襲であります。耳の逆襲であります。いやーすごいですね。リングの上には今ウェンディ・リヒター一人であります。いや花さん、実はあの耳萩原選手はですね、花さん、はい、今日はあの耳萩原選手ね、はい、昨日あの盲腸炎でしてね、はい、お医者様に行きましてね、散らしたばかりなんですよ。あ、ね、初めからエキサイトしますね。もうちょっとね興奮状態ですね、はいはい、長く続かないと知ってますからね、はいはい、痛みの分ってやってますからね、はい、しかし耳もよく戦うもんですね。僕はやめろと言ったんですけどね、この試合をね、ドクターストップは勝ってる方ですからね、うん、どうしてもやらせてくれと、はい、阿部さん、はい、阿部さんにもねぜひお伺いしたいと思ったんですけども、もともとあの耳萩原選手というのは気性は強かったんでしょうかね。いやー、どんな感じでした。全然もうおとなしいお嬢さん。あ、そうですか、ですからまあ大変な変身ぶりってことは言いましょうね。そうですね、はい、体も現在はまあ60キロってことになってますけども、女子プロレスに入った頃は50キロを割るような体でね、ね、ですからもう本当に10キロ以上肉がついてね、なんとかまあ格闘技選手らしい体格になったわけなんですけども、根性と執念でここまでのし上がってまいりました。しかし今リングに登場しております初来日のこのビクトリア、プリンセスビクトリア、カナダ系のアメリカ人だそうですけども、なんともね気性が激しいですね。そうですね、あのやっぱりインディアンの地位を自分ただ3代前がインディアンの地位でしたね、はいはい、あ、そうですか、ややそういった血を引いているね、確かにあの顔つきをしてますけども、可愛らしい顔で背がスライとして ね、そうです、いわゆる八頭身なんですよね。髪も美人なんですけども、やることは荒々しいんですよね。女性の場合は阿部さん、はい、美人の方が何かあの、残忍さを持ってるんですかね。そうなんでしょうか。相当やりますですよ。あ、はい、あ、痛い、あれは痛い、ね、しかもあのコンクリートの上ですからね、場外でやられてますんで、大森ゆかり選手もたまりません。満員の大滝体育館、何かもう騒然としております。花さんなんかも口をあんぐり開けたまんまね観戦中なんですけども、いやーこれ本当に女性でよくやるもんですよね。あのプリンセスの方はですね、はい、あの昔プログラムを売ってたんですね、あの大きなスタジアムで、それで見込まれてプロレス入ったりしましたね。そうですか、はい、まあ、ルーラーのね今は新人も熱いそうなんですけども、とにかく日本にやってまいりました。いきなりこれだけですね、活躍するといいますか、自分の力を発揮できる選手は今まで少なかったですよね。はい、レーラーに帰って最初の時はあまり動きはよくありませんでした。素晴らしい動きを見せております。さて大森ゆかりとウェンディーでした。そして耳がトップロープに上がっている。さあ耳が落ちるか、ニードロップ、耳やりました、鮮やかなニードロップ。いやー昨日盲腸を散らしたとはとても思えません。耳萩原選手の素晴らしい動きであります。ウェンディーリヒターを後ろに落としました。さあ上からいったホーンの体勢だが、これはカウント2であります。あんまり長くかかるとやってダメなんですよね。プリンセスビクトリア入ってまいりました。ウェンディーリヒターもしかし力という点ではね、そうです、これまたもう屈指の外人選手ですもんね、はい、これが 彼女の得意技ですよね、はい、はいはい、日本に来るたんびに腕前を上げてまいります。そうですね、ウェンディーリヒター、新しい技を必ず出しますね、しかしやはり花さん、はい、日本人選手に比べると外人選手の方が気性が激しいみたいですね。そうですね、この2人は特別に激しいですよ。やりたい放題という感じで、耳萩原選手盲腸炎だと言ったばかりなんですけども、お腹を集中的に攻めてますが、ね、大丈夫でしょうか、ね、これどういった性格なんでしょうかね。顔色がちょっと考えられません。もう顔面困惑ですよね。あっと、これはクロスショップ、素晴らしいクロスショップが炸裂いたしました。さあ大森とプリンセスビクトリア、どうするか、シーソー投げに行っております。さあもう一回ロープに飛ばす、どう決めるか、あっと逆を取った、バックブリーカーいった、上からどうか、カウントは2であります。いやこれはまともには決まりません。ウェンディ・リヒターが入ってまいりました。日本のレスリングはもう宣告承知であります。あっと、ね、水平チョップでいきました。カウンター、大盛りたまりません。相当にこのビクトリア選手は若いんですけども、ね、阿部さん気が強そうに見えませんか。ねえ、ちょっとね、ねえ、うん、非常に可愛い顔するんですよね、美人ですよね。さあ大森ゆかり選手、大森
選手が起こった。そしてここで萩原選手の登場であります。今日はミミのお母さんもねリングサイドに立つ中なんですけども心配でしょうね。昨日盲腸炎ということでお医者様にかかりました。ドクターストップがかかっていながら今日はあえてリング上に登場いたしました。さあ大森ゆかり上から行った。どうか決まるか。最後は与えるの体勢でミミがカットに入ると。これからカウントが3つか、いや2つでストップ、2つでストップ。うん、ちょっと今ねジミー香山がカウントを取るのを遅れました。ちょっとうまくやってますよね。はい、外人側がちゃんと妨害してますよね。それはリフターね、実にうまい陽動作戦であります。さあ今度はあダメですね、入ってませんね。コブラツイストをかけましたがこれは不十分であります。ジェンディリフターノータッチで登場。場内騒然としております。大田区体育館脇に湧いている。さあバックブリーカーに行くか。これは危ない。耳が出た。なんとか耳が出てまいりました。速い動きであります。4人の選手が目まぐるしく動き回っております。大田区体育館、いやいい試合になりましたですね、うん。さあまた大森は場外に落ちた。ウェンディがねロープ越しに何か髪の毛を引っ掴んでまた上げようというんでしょうか。これ上がらないと気が抜けますからね。そうですね、もともと髪の毛はね掴んではいけないということになってるんですが、うん、反則なんですけどもね。阿部さん、やはりあの女性ですから髪の毛を掴まれるというのは嫌なもんでしょう。嫌ですね、痛いですもん ね、痛いですもんね。あっと見に行った。これは鮮やかにの空中殺法を炸裂。さあ、おっとまた逆にロープに振られた。今度は足が飛んだ。素晴らしい足キックであります。互い足が飛んでおります。しかも強烈カウンターになって入っております。続いてビクトリア登場。この人が今話題の選手であります。日本に初めてやってまいりました。実にふてぶてしい技を連発しております。さあロープの上には今いや逃げたんない。逃げた逃げた逃げた。これは逃げなければ失策技。ビクトリアを捕まえている。内側では大森ゆかり。さあ場外になった。放送席の前であります。いやもう花さんもねそれからあの阿部さんも立ち上がってます。はい逃げてください。満員の大田区民体育館であります。大田区体育館興奮のるつぼ。さあ50になりました。60であります。両者場外これカウントアウトになりますよ。早く帰らないと。場外乱闘もちょっとやりすぎ。スパオールのしすぎ。今あっとビクトリア入りました。どうか入ってられますか。ダメ。ジミー香山はダメ。受け付けられません。受け付けられません。いやこれはねダメです。ダメです。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。今どうなりました。あの場外でね殴られたんですよ ねお腹を。そうですか。花さん、はい、今一番花さんとか近いみたいですね。どうしてますか。耳萩原選手は今日はね盲腸炎ということで非常に心配されました。耳大丈夫かな。してありますがちょっと今選手に変えられました。果たしてこれ以上試合ができるかどうかであります。いや実は昨日 の、 あの新小岩の試合も私見てたんですけども、試合が終わってからですね急に病院に行ったのはどうなりました。どこストップですか。レフリーストップ。レフリーストップ。はい、お聞きいただけましたでしょうか。今ちょうど私のマイクロフォンをつかむようにいたしましてジミー香山レフリーが満員の場内に、ジミー萩原選手はこれレフリーストップというね、宣告をしたわけでございます。しかもその後がですね、よくありません。ご覧ください。今控え室に運ばれているねジミー萩原選手の、絵が映ってますね。あご覧ください。今控え室に入りました。さて試合の方は大変なことになりましたですね。大森ゆかり選手が2対1であります。2対1で試合を続行するようであります。大変ですよね。大森ゆかり選手は悪いと出さないためです、ね。はい、しかしちょっとね、これはしかし大森ゆかり選手頭脳的な作戦であります。ちょっとね勝手がつかめないという感じでありまして、ウェンディー・リフターとビクトリア引っかかってしまいました。さあ大森ゆかり選手これからが一つ根性の見せ所であります。
相撲で鍛えた技ですね。相撲で鍛えてますからね。北海道であのアマチュア相撲ではありますが、女性相撲12連勝とイタリアを引き下げて全日本女子プロレスに入ってまいりました大森ゆかり選手。あーっと、今あのジャンボ堀選手がね、給与の一策でしょう。今助けに入ったようであります。いやジャンボ堀選手が助けに入りました。これは大森ゆかり選手にとってはね、本当に心強い味方であります。さあしかしいつも入ってくるわけにはいきませんので、チャンスを見てさっと決めてもらいたいところであります。すでに1本目両者場外カウントアウト、したがって決勝の1本目に入ってるわけですね。決勝の1本に入ったわけであります。しかしまたウェンディーリフター入ってきましたね。2対1になりました。ちょっと無理なんではないでしょうか。はい、あっとあった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 、ああ今度はジャンボ堀選手が入って、なんとか大森ゆかり選手を助けようとしております。ビクトリアボディアタッカー、これは完全に乗りました。さあ続いてウェンディーリフターとやったボディアタック体当たり、大森ゆかり選手この技は必殺技、自信を持っております。ウェンディーリヒターを内松に上げることができるか。さあおっと大森、しかしねビクトリアも一発では参りません。だからね、2人いるということを忘れてはいけないんですよね、はい、ところがやっぱりそこまで思考能力ないんですよね、使ってますからね。もう暑いのと両一人でやってますからね。そう何回も入りませんもんね、もう相当スタミナをおっしゃってますよね、一人でやってますから。はい、さて今控え室の方にちょっとあの見てまいりました報告によりますと、耳の意識がないということなんですね。したがってこの試合には参加することはおそらくできないだろうと、こういうことであります。大丈夫なんでしょうか ねちょっと心配ですね。心配ですね。はい、今日は耳の献身ぶりを試合前から大変楽しみにしておりました。ゲストの安倍静江さんなんですけども ね一番悪い時にね安倍さんに来ていただいちゃってね、安倍さんはもう本当に、リング上の試合よりも何かあの耳のことが心配でしょうがないと、そういった感じであります。女の執念と言いますかね、リング上では今大森ゆかり選手が2対1という本当にあの不利な判定を克服してよく頑張っておりますが、なんといっても外人組はね2人であります、余裕があります。スタミナの点でね、相当疲れてますね。ボディシターズががっちりとかかりまして、しかもウェンディーリヒターがねボディシターズドロップであります。大森選手はねあの北海道育ちでしょ、はい、だからパスには少し弱いんですよね。夏場は冬場よりもどちらかというとねだからあの今もう必死でしょうね。しかしまあ大森ゆかり選手もここは一つチャンピオンの根性をね見せてもらいたいものでありますが、2人が借りてやられました。いや実に息が合っております。先ほど上田さんの話ではね、日本に行って初めてコンビを組んだという話だったんですけども、実にこういうことは、ね、はい、コンビがピタリと合っているようであります。ちょっと大森ゆかり選手苦しくなりました。さあ2人が頭を切りましたでね、これは完全に後頭部を打っております。あっとなるほどね、最後はパイルドライバーですが、その前にですね今ジミー加山選手はゴングの要請がありましたですよ。だからギブアップさんじゃないですか。ギブアップがあったのかも分かりません。パイルドライバーを最後にねダメ押しのように食ってしまいました。大森ゆかり選手であります。ゴングが首を食べたんじゃないですか。はい、パイルドライバー、ちょっと待ってください、反則を取ったんですか。反則をね、反則を取ったということは、はい、ああなるほど、今あのジミー加山選手からゴングの要請があったのは実はあの